大変お待たせいたしました。皆様、お帰りなさいませ。それでは、標高5156メートル、終点西穂高口駅を後にいたしまして、再び鍋平高原へと下ってまいります。約7分間のご乗車でございます。鉄橋を通過する際には交通が揺れますのでご注意ください。ここでもう一度北アルプスの山田市をご案内いたします。進行方向右手後方の一番手前の大きな山が西穂高岳でございます。また右手に見えております鋭く尖った山が槍ヶ岳でございます。第3号線を通過いたします。おー気持ちいい。また号線の前方には笠ヶ岳をご覧いただけます。この笠ヶ岳よりお出沿いに右手の山が抜け野岳と申します。さらに右手すごろく岳、弓折岳、もみ沢岳と続いております。また進行方向左手前方には佐賀の白山をご覧いただけます。そうだな。この辺りにございます樹木でクリスマスツリーのような形をした木がたくさんございますが、主に大白味噌、またの名を青森トマトと申します。また白樺によく似た幹の白っぽい木が竹かんばでございます。めったに姿を見せてはくれませんが、この辺りに生息しております主な動物はウサギやキツネ、テン、オコジョ、タヌキ、そしてニホンカモシカや月のワグマなどでございます。はい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 、まあ適当にも下まで行くよな。こういうところにモンキーでいないかな。この辺りでは進行方向左下をご覧くださいませ。手前から長く曲がりくねっていられるこの川がガマダ川と申します。このガマダ川後に神通川となり東北日本海富山湾へと向かっております。この蒲田川沿いに温泉宿が点在なくとありますが、この辺りが新穂高温泉でございます。本当すごいね、上から見るとね。第2号線を通過いたします。おーすごい、すごいすごい、キュッと下から上がってる感じがある。すれ違うと思う。進行方向左手前方に大空にもすれ違いでございます。上がる時の方がよ、全然手振ってないわ。今日おばちゃん振ってくれた。よし、本日皆様方にお越しいただきました。ここ岐阜県下高山市奥飛騨温泉郷にはこの新穂高温泉をはじめ栃尾温泉、新平湯温泉、福寺温泉、そして平湯温泉と5つの温泉地があり、大小合わせまして約170箇所ほどの露天風呂がございます。これほど多くの露天風呂が集まっているのは日本でもこの奥飛騨温泉郷だけではないかと言われております。第1号店舗を通過いたします。
この辺りの施設についてご案内いたします。まもなく到着いたします。白樺台大駅1階高原の画廊シダの風では、安土梅太郎生誕110年記念木版画展を開催いたしております。また白樺台大駅正面ビジターセンター山岳館では101画面による山岳映像の放映やハーブティーコーナーのアクティビティがございます。ビジターセンター内には天然温泉露天風呂上高の湯もございます。また白樺台大駅内にはテイクアウトコーナーパノラマやアルプスのパン屋さんがございます。アルプスのパン屋さんでは当店で焼き上げたパンや高原牛乳などがございます。どうぞお立ち寄りくださいませ。あのちっちゃいんですよ。今お茶が動いてる。まもなく標高1380m 白樺台駅に到着いたします。大城フーウェイをご利用のお客様は次の鍋田コーヒーでお乗り換えください。大城フーウェイ下りの定期発車時刻は毎時0分と30分でございます。本日は新穂高ロープウェイをご利用くださいまして、ありがとうございました。お帰りのお客様はこれから先の道中くれぐれも気をつけてお帰りくださいませ。じいちゃん、タイトロシェガシは勝手に止まるのかな。ご乗車ありがとうございました。ゴンドラが到着する際には多少ゴンドラが揺れますのでご注意くださいませ。はい、お疲れ様でございました。はい、どうも。はい、どうも。うん、よし。